いや、今回の旅ね、ほんとね、スイちゃんとかはもうテーマパーク慣れしてるじゃん。で、フブさんとかもさ、まあ慣れてるし、なんか二人ともさ、しっかり誘導タイプのね、人だから、なんかご飯食べに行くのもすぐ調べてくれるし、タクシー呼ぶにもすぐやってくれるし、なんかね、ミク何もしなかったの、今回、ほんとに。マジ、これガチ。なんか、ホテルのキーを持つ人も、絶対ミコやってなかったし、なんかこの3人でなると、なんか前回3人で遊んだ時は、ミコが、なんていうの、スケジュール組んでるデートプランだったから、ミコが結構いろいろなんかやってたけど、そうじゃないと、普通にしてるとミコ、何かやる隙もなくやってくれるからさ、焼肉だって焼いてくれるし、何もしないんだなぁ、ミコって、思った。マジパルワールドだった、ほんとに。そう。てか、スイちゃんがさ、あの人さ、なんかお気に入りの枕ができたらしくて、すげぇ大荷物で来てたの。なんか、キャリーバッグともう一つでっかい紙袋持ってきてて、それ何って言ったら、枕持ってきた。え？枕持ってきたの？寝られないかな？これじゃないと。そうなの。でもさ、なんかホテルの枕硬くてミコには、羨ましかった。ちょっと待っててって言われて持った時に、すんごいふわふわで、めちゃくちゃなんか良さそうな枕だったの、高そうな。これいいな。今日貸して。貸すわけねえだろっていうね、くだりをした。貸して欲しかった枕。マジふわふわだった。なんかさ、三人だとさ、なんだろう、新幹線とかさ、二人同士座ってさ、一人でとかなんじゃ、ミコね、帰りも行きもね、一人になんなかったの。行きは、スイちゃんの隣で、帰りは、フブさんの隣だった。だから、一人で乗らなかったから、寂しくなかったな。でもなんか違うなと思ったのは、なんかスイちゃんと乗ってるときは、スイちゃんも、なんか、すぐにさ、新幹線の机をバターンって出してさ、もう猫もそうなんだけど、お菓子を広げてね、お菓子をむしゃぶり食ってたわけ。で、フブさんにも分けてあげて、みたいなことにしてたんだけど、フブさんと新幹線乗った時は、お菓子は食べず、まっすぐに寝ちゃったよね、帰りはさすがに。疲れすぎてたんやな。でもミコさ、サブアカにもつぶやいたんだけど、ミコ毎回さ、ホロメンの寝顔って全然見てないなと思う、感じたわけよ。なんかミコが毎回起きんのが遅くて、夜寝る時とかはさ、さすがにミコが遅い時もあるんだけど、暗いから寝顔なんて見れないじゃん。だけど、新幹線の時は二人とも爆睡してんの見たの。あれがね、ちょっとね、ほっこりしたね。スイちゃんなんてさ、東京着いてもさ、起きなくてさ、起こしたもん。おしゅちゃん！ククーって寝てた。ガチ爆睡してたわ。落書きしなかったの、しなかった。優しいから。本当に爆睡だった。あとね、ホテル同じ部屋でさ、泊まったんだよ。だからすごい、ファミリー用のね、部屋だったわけよ。で、ベッドが4つぐらいあって、22で向かい合わせだったの。だから、一つのベッドが余るわけ。だから、ミコがどっちも使うねーって言って、どっちも使った。あとなんか、ホテルはずっとねー、なんか、ぬいぐるみ遊びしてたわ、なんか。スイちゃんとはさ、ぬいぐるみ遊び、結構してて、スイちゃんのせいで。なんだけど、フブさんもついに来てねー、フブさんも入れて遊んでた。この辺いた？いや、この辺悩んだらしいけど持ってこなかったわ。スイちゃん。持ってきてなかった。フブさんもぬい持ってきてたの。そう、持ってきてねーってスイちゃんが前日言ってて、持ってきてた。持ちドル。持ちドルフブさん持ってきてて、ミコとスイちゃんはフレンズのミコメント持ってきてたから、圧が怖いって言ってた。なんでフブさんは、持ちドルなの？ねえ。どうしてなのすい？圧をかけて遊んでた。あ、ちいかわの心理テストブックみたいなやつ持ってってて、みこは。
心理テストがいっぱい書いてある本なんだけど、正直必要だと思って信用してなかったの。なんか、まあ、沖縄に行った時に買ってて、ミオスマと遊んでたんだけど、ミオスマとの心理テストはなんか、ああ、そうなんだー、みたいな感じでさ、なんか、ああ、そうなんだねー、みたいな感じで、なんかちょっと心理テストしっくり来ないの。なぜなら、ミオちゃんの占いの方が強いから。ミオちゃんの占いの方が心理テストよりはるかになんか信憑性が高くて、ああ、それよりミオちゃんの占いかって感じで、なんかあんまり、使わなかったんだけど、今回も持ってってたの。心理テストの本。心理テストやってたら、割り返し当たってて、なんか、あなたは陰キャか陽キャかみたいな心理テストがあって、スイちゃんがね、ガチ陽キャで、陽キャって診断されてて、で、ミコは何だろうって思ったら、ガチ陰キャって書いてあってめっちゃ面白かった。4択なんだけど、え、ミコでもガチ陰キャなんか書いてあるのがさ、結構辛辣で、なんか、あなたは、なんか、本当に青春送れないでしょうみたいな、こと書いてあって、そんなことないし、今青春送ってるんですけど、って思ったわけ。んで、フブさんに、心理テストやったら、フブさんは、ちょっと陰キャ。だったりとかしててめっちゃ面白かった。いや、でも結構合ってたんだよな、なんか。なんか、美味しいすき焼き食べて、その後になんかお風呂行かないってなって、スパに行ったんだよ。なんか、温泉施設みたいな。お風呂施設みたいなとこに行ったの。夜遅くまでやってる。で、まあ、USJ の疲れを取ろうやと。そしたらね、めちゃくちゃいろんな種類のお風呂があるところで、なんかさ、施設もすごいでかくて、なんかみこ、温泉施設とか結構行ったことあるけど、こんなにでかくていろんな種類あるところ初めてね、めちゃくちゃ面白くて、お風呂に行った。すんげーとか言って、いろんなお風呂にね、入ったよ。でさ、なんか、途中でね、サウナみたいなとこにも入ろうってなって、サウナとかあるじゃん。行ったんだけど、もううちら暑さ耐えれなくて、すぐにね、出たわけよ。やば、暑いわ、つって。スイちゃんがすぐ退散して、やめこも無理だ、つって。出てさ、でも猫ね、サウナだったらさ、こうなんていうの、整ってみたかったのよ。整ったことなくて、なんか水風呂があって、え、やばい、あそこに入ってみてもいいかな、いいかなーって、フブさんに言ったな。いや、やめといた方がいいと思う、多分、すごい、まだ全然体温まってないから、やばいことになるよって言われて、でもやってみたいなーって言って、ちょっとピシャってやったら、お、冷たい、マジこれ冷たいわーって言って、ダメだった。うわー冷て無理だーとかって一人でね、ワンワンやってたな。横目で見たらなんか、その横のさ、もう全裸でさ、なんか、寝っ転がれるなんか畳みたいなところがあって、そこをパッて見たらね、フブさんとスイちゃんがね、寝っ転がっててさ、全裸で。全然ミコに見向きもしないじゃんってなった。うわ、最高ーつってなんかゴロゴロしてた。全然人いなくて夜だったからか。平日ないし、めっちゃくつろいでたわ。超リラックスしてた。ほんとに。なんかいろんなお風呂いっぱい入ってね。あと、なんか、なんかすごいさ、なんか電気風呂みたいなのがあって、なんかここからここは電気風呂ですみたいな境界線のところがあって、電気風呂ってなんかやったことなくて、ちょっとビリビリするところなんよね。でもすごい腰痛とかに効くみたいな。やったことあるみんな。なんかフバさんとミコは全然その、なんか便器のところにいなかったんだけど、スイちゃんがなんか好奇心の化身だからさ、あいつ。好奇心の化身だから、電気風呂にさ、行ってて、あ、ちょっと来るかも。あ、やばいわ、みたいな。あ、ちょっと感じるわ、みたいな。一人でやってんの。ねえ、わ、ミコ絶対やりたくねえと思って。すごいじゃん。あいつド M だよ、ド M って。言いながらさ、見てたら、お前も来い。おい、配信者だろ、来いって言うね。殺し文句言ってきて、うわーって思いながらミコも言ったの。配信者だろとか言われたらさ、なんか、断れない感覚になるわけ。配信してねえけど。裏なのに。で、配信者魂を鼓舞されて行ったわけよ。そしたらね、マジでビリビリってなんか、チクチク
クチクチクみたいな。なんかさ、体冷えてる時に一気にお風呂入った時の感覚に近いのがあって、ビリビリやんって思って。もうそしたらさ、フブさんはね、フブさんはでもさ、そういうの嫌なわけよ。で、ミコメットでね、うわ、ビニビニだとか言って、やべえやべえとか言ってたわけ。だけど、ミコメットはほら、ダイナソーに乗せるレベルのさ、人たちだからさ、フブさん来なよねえ、フブさんって声かけるの。でも、フブさんがさ、マジ、すげえしれっと他人のふりしてたの、あん時。もうなんか話しかけてもマジ、全然見向きもしてなくて、ガチでしれっと他人のふりしてたの。あれめっちゃ立ち悪かった。あれめっちゃおもろかった。ツーンってしてて。おい、ね、無視すんなよって言って。もういやいやね。来て、ちょっとやってた。でも、フブさん、ダイナソーの時もね、電気風呂の時もそうなんだけど、一回やってみたら、ちょっと楽しかったかもみたいな感じになるわけよ。かわいい。かわいいよね。おもろいなと思って。あとは、フブさんがね、なんか好きなね、なんか塩サウナってのがあって、なんか塩をすり込むんだって。それをね、やりに行こうって言われて、みこあんまり乗り気じゃなかったんだけどね。そう、行った塩サウナ。でもそんな熱くはなくて、なんか真ん中に塩がめっちゃ山盛りになってて、そう、3人だけだったの、しかも。だから行ってみたらね、めちゃくちゃなんか塩をね、塗り込まれた。フブさんが、まあ、毎回ミコメットの真ん中にフブさんがいたんだけど、フブさんがね、ミコにね、こうなんか塩を持ってきてね、ミコの膝とか腕とかに、ほらほら塩だよ、ジョリ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 。やばいよ、食べられてしまう、準備整ってしまう、ミコ。塩サウナマジ調理されてるような気持ちになった、ほんとに。蒸されて塩でこすられてさ、もうこれあんたの焼くだけやんって思うぐらいのね、塩加減だった、ほんとに。マジで食べられちまう、こんなのと思って。裸でさ、体も綺麗にしてさ、塩塗られてさ、蒸されたらもう、あとは焼くだけやん、どう考えたって。ねえ。で、なんかそのサウナの中でね、怖い話とかさ、なんか、面白い話とか、して、とか言って、三人で結構話して、でも本当にめちゃくちゃ塩サウナめちゃくちゃ肌ツルツルになった。スイちゃんとか膝ね、マジテカってたもん。マジ膝テカりすぎじゃねえってこれね、なんか足がね、テカってて、すごかったわね。マジテカテカだった。ミコもすべすべのトゥルントゥルンだった。すごかったわ、塩サウナ。またやってみたいなと思った。そんな熱くなかったし。